学分路駅は、和歌山県橋本市学分路361-1に、ある、南海電気鉄道高野線の駅。全国においても、南徳駅名の一つに挙げられている。標高79メートル。駅番号は、NK79。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム有効長は2、扉車4両。駅舎は階段を上った先にあり。 南馬方面ホームの南馬駅寄りに建てられている。反対側の高野山方面ホームへは、校内踏切で連絡している。かつては、下りホーム裏手に側線が残されていたが、撤去された。実際には校内に、上記の乗り場番号表記はないが、スマートフォン向けアプリ、南海アプリでは、下りが1番乗り場、上りが2番乗り場とされている。駅舎側が2番乗り場である。 駅前を通る国道370号にはバスが停車できるスペースがあるため、工作線の運休時や災害発生時には当駅から臨時高野山駅行きの大港バスが発着していたが、平成23年台風第12号による部分運休以降は橋本駅発着となっている。また、極楽京駅、高野海域での列車折り返しが不可能な事態に備え、 当駅でも南波方面への列車の折り返しができる。ただし、大港バス運転時でも、災害など緊急性のない限り当たり駅での折り返しはせず、高野下駅や極楽京駅まで運転される。なお大港バス運転時、特急荒野は運休、もしくは南波橋本間の短縮運転となる。2020年度の1日平均乗降人員は301人で、南海の駅では85位である。 各年度の1日平均乗行人員数は、下表の通り、JR 和歌山線近山田駅へ約 2km ほどである、橋本市コミュニティバス。ありがとうございます。